ゃあこんにちは。さあ、ゆたかさんを吊るし上げる回第2弾第2弾だ。これ苦しいよな。苦しいですね。これどう解説してもやっぱ苦しいですよね。まあ苦しいっていうかさ、でも予想が当たったら当たったで、はい、またなんかつまんないんだよね。ああ、ほら。やっぱ強いと思われてるところからいくから、はいはい、まあ大体強いっていうところはそんなに外さないじゃない。まあそうなんですよ。硬いというか、うん、そうですよね。で前回あのセリーグの順位予想を開幕前のと結局結果でどう違ったっていうのをお伝えしたんですけど、今回パリーグです、はい、で豊さんは、はい、143試合フルでやった場合の順位予想と、コロナで、短期になった場合の2つ予想してました、うん、で143試合フルの場合は優勝は楽天がすると、うん、で2位がソフトバンク、3位西武、4位ロッテ、5位オリックス、6位日本ハムと、うん、でもしこれが短期決戦、短期になった場合は優勝はソフトバンク、はい、で2位が楽天、3位がオリックスとお呼びすればいいですよね。って書いてあるよね。多分これオリックスでいいんですね、うん、オリックス眼鏡がない、見えない。で4位が西武、うん、これ5位はロッテ、5位がロッテですか、ですか、で、うん、6位日本ハムと、うん、やっぱなんか豊川さん線もそうですけど、143試合フルで予想してた方が若干近かった感じもしないと。いやでもそうだね、50歩100歩だよ。どっちもどっちです。でも優勝は当たってるから、ね、そう、やっぱ短期決戦ソフトバンク、やっぱ短期決戦の戦い方っていうのはソフトバンクは知ってるし、はい、あとはその勝負どころを知ってる、うん、どこで力を入れるかっていうのをね。だから見事だったのは10月に22勝、はい、ね、月間最多、すごかったですね。でロッテとそれまでに相性が悪いっていうのが7勝2敗にひっくり返すからね、星を、はい、まあ、結局はシーズン通しては一つの負け越しになっちゃったんだけど、だからそれでもやっぱ勝負どころで負けなかったというね、はい、で並ばれてから強かったでしたね。並ばれてから、あ、三馬が先発、はい、和田先発、うん、いやーこれ三馬が抑えちゃうんじゃないのって言ったところを、やっぱりこう和田がピシャッといって、その試合三馬を落としたんだよ。これ強さって何なんですかね。やっぱりね、井口監督も言ってたけど、はい、やっぱ経験値だって言ってたよ。あ、そうなんだ。選手のやっぱこう勝負どころの、はい、知るか知らないか、はい、で短期決戦の気構えだとか、うん、いろんな経験値がやっぱり我々よりは上回ってるって言ってたよね。そうなんです。それも監督コーチだけじゃなくて、やっぱ選手がっていうことなんですか。まあ、監督コーチっていうのもまあ確かにあれだけど、はい、まあ、やるのは選手だからさ、うん、やっぱこう経験値が高いよね。そうですね。あ、そう、毎年優勝してんだもんだって、日本一だから。そうですよね。あ、それはもう経験、嫌が多でもしていくよね。やっぱりだから優勝は結局ソフトバンクになったということで、はい、で豊さん2位を楽天にしてたんですけど、うん、楽天はね、はい、まあ則本と岸、これがやっぱ思うように働かず、はい、で森原っていう中継ぎ、まあ抑え期待したんだけど、ダメっていうことで、最終的には松井が戻ったじゃない、はい、で松井が先発で最初勝てなかったとかさ、うん、枠一人だったんだよね。そうですね。でその中でも前半打ったからさ、はい、あの勝てたけど、うん、やっぱ三木監督が、まあ、スモールベースボールをやろう、うん、でもそれできる選手がそんなにいないんだよね、はい、だから監督と選手の考えてることが多少違ってるという、うん、まあ、最初はいいスタート切ったけど、まあ、失速してると、で毎年監督が変わると、はい、これどういうことなのと。そうです、来年も違いますからね、今年と。いやだからどう、ここら辺が落ち着いてこないとさ、はい、選手だって毎年監督が変わってくると、はい、やる野球が全然変わるわけだから。そうですよね。それは選手も大変だと思うよ。その原因は何なんだって。何なんですかね。まあご覧の皆さんが一番分かってると思う、ね、まあまあまあ、そうです、まあまあ、そうですよね。そこはほっといてね。そうですね、うん、まあでも例えば小深田が出てきたりだとかさ、はい、まあ若い目は出てきたけどね。そうですね、うん、ただやっぱり楽天をその上位に上げてるやっぱ解説者だったりファンの方多かったんで。いやだってあれだけの補強してさ、はい、勝たなきゃいけない状況だったんだよね、はい、でもそこを負けるという原因はあるはずなんだよね、うん、だからそこの原因は何なんだ。俺は一番は監督が毎年変わるっていうのがさ根本的な根本的なそれはやってらんないよお前監督だって。そうです、ね、だって選手育ててる暇ないもん。自分が解雇ですもんね。自分が解雇だから
そうですよね、もう自分を首かけて勝負してるみたいな、そんなのさ、はい、まあ確かに契約社会だから、うん、まあそういう切迫感があって俺はいいと思うんだけど、はい、でもさ選手を育てて勝たなきゃいけないわけだから、うん、まだ楽天なんていうのはね、はい、だからそういう感じで捉えるとちょっとこう落ち着きが持てないよね。ということはちょっと来シーズンももしかすると楽天ちょっとずるずるずるってまたいい位置まで行っても下がってくる可能性もあるっていうことなんですかね。まあっていうか、いやそれは則本、岸、はい、涌井、はい、こういう人間がピシッと投げていけば、はい、それはソフトバンクに対等するよ、はい、それは期待はするよ。でも監督違いますけど大丈夫ですか。まあ大丈夫だろう、石井がやるんだから GM 兼もう全権監督じゃない。まあそうですね、そうですね。それと外国人もいいの連れてくるだろうしね、石井だったらね。あ、そっかそっか、詳しいですもんね。うん、だからそういう意味では楽天は期待だけどね、はい、うん、さあそして3位にオリックス。オリックスはね、山岡と山本、はい、田島、はい、この3枚っていうのは勝てるピッチャーなんだよ、はい、勝たせないんだもん、野手が足引っ張っちゃって。しかも山岡投手がもう今年最初の方で離脱しちゃったじゃないですか。そうなんだ、うん、そこら辺も痛いし、狂っちゃいましたね。狂うどころじゃない。あと AJ、 AJ なんだあのおっさん。いやおっさんお前走り込んでこいって、走れないじゃない、まともに。守備見ました、びっくりしましたね。ゴールデングラブ取ったって。向こうね、向こうでですけどね。いや向こうの方がゴールデングラブの価値は高いからさ。いやだからみんながオリックスで AJ も来てるしって言ってたのが、うん、あとロドリゲス、はい、もう全く打たないのに使ってるというさ。何だったんで、監督交代劇があったらありましたね、スタメンが全部違うとかさ、はい、こんなに意思の疎通が取れない、うん、取れてなかったチームってないよ、うん、それは予想できませんでしたよね。全く予想外だよ。でそんなになかったひどくなってたのっていうふうに思ったよね、はい、そうですよね、うん、だからそれ知ってるんだったら3位なんか予想しないよ。まあ最下位だよ。そりゃそうよ。でもそりゃそうですよね、みんな知ってたら最下位にしますよね。そうですね、びっくりこいた本当に。こっち側がびっくりしちゃった。で内野でね、はい、まあ吉田正尚とか、うん、はい、首位打者取ったけどね、うん、で優秀なバッターだよね、はい、追い込まれてから一番打率を残してるというねバッターなんだけど、内野でね規定打席に達したやつがいないの、ね、一人も。だからそこら辺 の、 そのセンターラインでしっかりした人間をやっぱり使っていかないとね、課題ですね。いい選手はいるいるって言うけどさ、ポジションを持ってない選手がたくさんいるだけで、いい選手って言われる選手はたくさんいるわけよ。でもポジションを取って初めて結果を残していい選手だからね、だから見え方はいいかもわからないけど結果は伴わないというね、宝の持ち腐れになっちゃいますよね。だから頑張ってほしいよね。ですね、はい、さあそして湯田さん、西武4位にしてたんですけど、はい、西武はね、はい、やっぱり優勝の反動と給料が上がったのと、うん、だから反動が来るかなとか思ってたの、はい、で、まあ、ピッチャーもそんなに補強もできなくて、うん、で、まあ、ニールが負けない、ニールって言ったら負け出したでしょ、うんね、で今井がもうコントロールひっちゃかめっちゃかで、まあ、高橋光成っていうのは頑張ったと思うんだけど、はい、だ先発ピッチャーがダメだったよね、あの西武は、うん、中継ぎはね、まあ、平だとか増田ね、はい、これ30セーブ以上上げてて負けがつかないんだから、はい、だから後ろに持っていければなんとか勝負になるというね、うん、まあそういう投手陣だったよね。そうです。でやっぱあそこは三足打線でさ、はい、打たなきゃいけないのに、うん、山川がなんか途中からえらいおかしくなったよね。なりました。なんかダウンスイングするのかアッパーにするのか、どうしちゃったんですか。いや迷ってたんだよね、まあ、やっぱホームランが出ないということで、はい、もう打ち方を忘れちゃったよね途中から、はい、だから全く機能しなくて、うん、もう最後はスタメン出れなくなったよね、はい、まあ、そういうのも響き、森首位打者が取った森が、まあ、2割5分ちょっとかなぐらいの低打率でね、はい、でキャッチャーとしてもなんかミスも多かったし、はい、だから働けなかった、うん、で秋山っていうのが抜けて、うん、こう一番バッタースパンジェンバーグ、はい、三振もあらバリ多い。いやまあ一生懸命やる選手だからさ、はい、まあそんなにけなしたくはないんだけど、うん、だけど三振があんまり多すぎるから一番には適さなかったんだよね。そうですね、ちょっとそこはだからそこら辺でその打順の組み方っていうのは非常に難しかったと思う。西武はただその
ね、途中から順位を上げていって最後ねクライマックス出るか出ないかまでいけたっていうのは、そう、あれは例えば栗山選手がすごい頑張ってましたよね。まあベテランの勝ちだよねあれが、はい、やっぱチームが全体的に苦しい、うん、選手が悩んでる、でも俺は力を発揮するよという、はい、安定した力を発揮してくれたよね。やっぱベテランの持つ意味を示してくれたというかね、はい、うん、まあ、そんな感じがして頼もしかったよね、そうですね、栗山はね、栗山選手、うん、さあそして5位ロッテですけれども、ロッテは結局ね、あの最終的に2位で終わりましたから、ロッテはねミスが少なかったということ、うん、まあ肝心なところで最後出たけどね、はい、田村がこうやってこう弾いて逆転食らう、うん、セカンドランナーまで帰ってきちゃうみたいな、はい、で井上誠也が取ったと思ったら取ってなかったお前ちゃんと取れよみたいな、まあ、そういうミスもあったし、はい、だからでもシーズンを戦う上で57個かな、はい、ぐらいしかエラーしてないんだよね、少ないですね、うん、だから監督、井口監督に言わすと、でも大事なところでやってるから、うん、これだけ少ないけど少ないって感じないんですよねっていう話はしてくれたんだけどさ、そうなんですね、でもトータル的に見ればよく頑張った、その守備がね。豊さんは5位にしてた理由は何だったんですか？5位にしてた理由は見えなかった。だってホームランバッターがいないし見えなかった解説者として春待ちことは見えなかった。いやいや、でもね、レアードは変える、はい、マーティン変える、はい、誰がホームラン打つのっていうようなことだったでしょ、はい、まあ、シーズン中はね、うん、で、誰が打つのって、でもあれだからね、チーム打率も最下位だからね、そうなんですね、得点圏打率も最下位だから、で誰もタイトル取ってないんですよね、取ってない、でもフォアボールが一番多いんだよやっぱり、でも取れって言ってないんだけどなんとなく取ってるという、はい、だからこれはね井口監督の手腕だと思うよ。そうですね、あと苦しい時に例えば代わりの和田選手がポッと出てきたりとか、 そうそうあと安田選手が4番座ったりとか、だから まあ使い方だよね、で、ね、コロナの影響もありながら、はい、まあ、その中で10人ちょっと上と下を入れ替えなきゃいけない状況になった時に、まあ藤原が出てきてくれて活躍してくれたという、まあ怪我の功名というかさ、まあ誤算が生まれたよね、そこでいい誤算が、で藤原っていうのがやっぱり大きな舞台、ああいうの強いなと思ったよね、まあそれも大きな舞台の経験値かなっていうふうに思うし、だからまあ怪我の巧妙で2位になった、で、うん、井口監督が言ってたのがクライマックスを経験できた、はい、まあ、昨年は本当にもう経験できそうで4位に落ちちゃった、うん、で今年はできた、うん、でその経験値をもとに来年は戦っていけるっていう話をしてくれてたから、うん、まあ、来年はやっぱり藤原とか勢いのね、はい、いい若手安田というね、うん、柱みたいなのがまあ、育って出来上がってくるかなという年になるんで、うん、すごく楽しみだよね。そうですね、はい、さあそして最下位が日本ハムです。日本ハムはね、先発ピッチャーを育てなきゃダメだ。ピッチャーですか、先発しかも。だってさ、もう本当毎試合オープナーかなって思うぐらいコロ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 変えるつらいってことですね、そのぐらいね。いや、育ててないから辛くなるわけよ。そういう使い方をするから辛くなるだけで、はい、もうちょっと先発ピッチャーを育てたら安定感のあるチームになると思うけどね。逆に言うと先発ピッチャーは当たり前ですけど、育たない限りはこの位置になってしまう B クラスのってことですよね。そうだね。だからまあでも言ってもチーム防御率が何十年ぶりに4点台というね、はい、でもそこまでは頑張ってきてるわけよ、うん、だけどやっぱりオープナーばっかりこう続けてるとちょっと選手も育たないし、選手が嫌気をさすんじゃないのかなっていう。ただね、まあ、中田が打点を取ったりだとか、近藤が出塁率、うん、で西川が12球団一番ピッチャーに球数投げさせてるのかな、はい、そういう粘り強いバッティングをしたりだとか、まっすぐにめちゃくちゃ強い渡辺とか、うん、まあ、結構特徴的な人間はいるんだけど、はい、やっぱりショートとサードがいないね。そうですか、うん、右側いるんだよ。左ですか？左側がいないんだよ。あ、じゃあそこも強化しないと。そうそうそう、だから右側は野球にとって一番大事な角度なんだけど、はい、ポジションでね、言えば、まあ、ファースト、セカンド、ライトにも打たいし、うん、で左の方には、まあ、野村っていうのがいたんだけど、
早々に離脱した、はい、ビアヌエバ全くダメ、うんうん、でショート石井和とか、うん、平沼だとかいるんだけど、はい、もう一つ抜けないんだよね、うん、だからここら辺が抜けてくると誰かが、はい、まあ安定してくるかな野手はねっていう感じなんですね。だからまだまだ発展途上だよね。あとは清宮だな。そこですね、ずっと言われてるのはね、やっぱりだから清宮がやっぱり1割台で1軍にずっと入れるっていうこのシステムがさ、チーム全体ファームの人間も含めて、はい、ちょっとモチベーション下げるよね多分。そうですね、そうしてる限りはもしかすると上位になって、だって喋らないやつとさ一緒に仕事できる？できないよ。できないです。いやちょっともうちょっと勉強してきてと思うでしょ。もうちょっとスキル上げてって思うでしょ、はい、やっぱりチームの中でも一番エラーが多いんだもん。なのに試合数が少ないのに、はい、で一軍のベンチにいてレギュラーで、レギュラーですもんね。だから清宮の素質を考えるとさ、もったいないんだよ、はい、他の人間たちはね、ファームで本当鍛えられて上がってきてコツコツだけどステップアップしていってるわけ、はい、清宮見てるとステップアップできてないもん。そうですね、だからかわいそうだよ本人のために。そこはやっぱり一回落とすなりなんなりちょっと対策を練らないと、うん、ということです ね、チームのためにもっていうことですよね、はい、というわけでね、パリーグの、はい、順位予想の反省をしましたけれども、まあ、偉そうに言ってたけどね全然反省してるから。これそうですね、あの選手の総括より豊さんの総括だったんですけど、ね、もうなんか話すり替わっちゃってるよねどんどん途中からすり替わってましたが、ちょっと来年こそは豊さんの順位予想の精度もさらに上げていきたいですね。もうね、来年からね、もう市場入れない。そう、あの、その方がいいです。スパーンといく、厳しくいきましょう、そこはね、はい、というわけで一応ね、はい、パリーグの順位予想の振り返りをしました。すみません